どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。今日は、ラブラドールレトリーバー、ラブラドールの、子たち、よくラブっていうと思うんですけど、この子たちについてちょっとお話ししていきたいと思います。で、今ね、ちょうど、3頭とも、いろいろ違う子がいるので紹介したいと思います。でまずね、今一番近くにいる子、ね、この子が、色で言うとね、チョコレートって言われる、多分皆さんだとチョコラブチョコラブって聞いたことあると思うんですけど、まあ、そのチョコレートと、でそれで、ね、座ってね、こっちの子は黒ラブさん、ね、ブラック、黒ラブって呼ばれてるのはこの子たちかな。でもう一頭、イエローなんですけど、おいで、おいで、この子、ね、これイエローラブ、ね、一番ね、盲導犬とか、介助犬とかで使われることが多いので、皆さんの中でね、多分ラブラドールっていう、一番ね、イエローの印象が強いのかなと思います。おいで、おさえりして、おさえり。はいね、浅いですね。で、もともとね、この子たちのお仕事なんですけど、人と一緒にね、お仕事をしてくれたワンちゃんで、水量犬っていうんですけど、撃ち落としたね、水鳥を持ってきてくれたりとか、水の中にね、何か落としちゃったものを拾ってくれたりっていう仕事をしてました。なので、すごいね、なんだろう、こう、おとなしいっていうイメージが、あると思うんですけど、実際のところで言うと、明るくてすごく遊び好きな子が多い。ちょっと何かで少し遊ぼうってやると、すぐ遊んでくれる。プラス、そうね。追っかけてきたりとか、拾ってきたりとか、物を取ったりするのが大好き。ね、よくフリスビーやったりとか、ボール遊びする子もそうなんですけど、ラブラドールの子ってね、こう、よく飽きもせず、あんなに永遠とやってられるなっていう印象があると思うんですけど、それだけね、エネルギッシュなワンちゃんたち、ものすごく。ね、遊びが大好きで、あと、あとは、そう、座って。座っていい？はい、座って。ね、それだけエネルギーがものすごく高く、一日ね、人の仕事に付き合ってたっていうと聞こえ方がすごくいいんですけど、まあ、言い方変えるとね、一日動いてても苦じゃないぐらいの犬種なのかなと思います。で、ワンちゃん同士もね、遊ぶのが比較的、好きな子もいますね。ただ若い頃からよく遊んでる子たちとは遊んだりします。ただこの子たちもどっちかっていうと、人と一緒に接したりとか何かする方が、好きな子たちが多いのかなっていう印象を見て受けますかね。で、一番がね、運動がちょっと欠けてきちゃったりすると、物を壊したりとか、結構ね、吠えちゃったりとかっていうので問題になることが多いのかなと思います。なのでね、ラブちゃんね、お家でこれから飼われる、もしくはパピーを迎えるとか、ね、これからじゃあラブちゃんとはどうしていったらいいのかなっていう時には、もうとにかくね、いっぱい遊んであげて、ものすごくね、遊び好きな子たちなんだなっていうことを覚えていただけるといいのかなと思います。ね、ぜひね、ラブラドールの子たちね、おとなしいだけじゃないです。元気いっぱいな子いっぱいいるので、ぜひね、皆さんも一緒に楽しく遊んでみるようにしてみてください。